院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正双眼界。開発者医学博士大口博士先生、相談会随時開催中。詳しくはウェブで。先日ですね、四国から患者さんのインプラント手術を行いました。四国からいらっしゃったんですね。そうですね、もう何人かいらっしゃってるんですけど、まあその中の一人ですけどね、はい。まあ、新幹線と電車を乗り継いでの来院だったんです。ありがたいですね。ありがたいです。大口式の受講生は全国にいますが、この患者さんは開発者の出頭を希望して岐阜まで来てくださいました。そうですね、まあ、口腔内の状況は CT で骨の状況を見ると、下顎の骨の幅は十分だったんです。幅は、うん、しかし下顎間までの距離がもうギリギリで、もうぶつかっちゃう感じですね。そうです。それで、とても危険な手術になったんですよね。はい。上顎の状態はですね、はい、まあ、上も希望されましたので、はい、上顎との距離がですよ、もう1ミリぐらいしかなかったんですよね。短いですね、はい、高さがないんですよね、はい、骨の。で、まあ、主大内膜も CT 見ると厚みは分かるんですけど、はい、これももうほとんど見えないぐらい薄いっていうことですね。あの卵の殻のね、はい、内膜ぐらいの厚みですよね。はい、それがさらに薄い。そうです、そうです。はい、上顎動内に骨を作るサイナライジング法を選択いたしました、うん、そうですね。この方法は少しずつ上顎動を挙上させる、はい、つまり主大内膜を少しずつ上げていく方法なんですよね、はい、そしてインプラント側を形成して、そこにインプラントを入れるというやり方ですね。はい、上顎と下顎も大口式の受講生ではちょっといくら受講生でも、うん、そうですね、難しいレベルです。そうですね。で、まあ、あの講習会ではあのもう本当に薄い患者さんは、まあ、ちょっとネグレクトしてください、はいはい、ということを申し上げてます、はい、それから上顎も高さがない場合はあのサイナスリフトみたいな大げさな手術をせずに、はい、まあ、私のところにご紹介いただければ手術だけしてお返ししますからというふうに申し上げてありますね、はい、で私が執刀して一度に4本のインプラントをですね、その方は10日でいらっしゃってたので、はい、半日で、まあ、全てのインプラントを終了したわけですね。短い期間で4本。そうです、うん、うです。はい、 Thank you Dr. Uchi. Thank you guys for watching our video. See you next time. Bye bye. Bye bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様、5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、クローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい、医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい、この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい、つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。
日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい。